難しいんですよね。これ料理と同じように人によって様々だから、庭に関して同じのような、まあ感じだと思うんですよね。おはようございます。おはようございます。じゃあ今回第2回匠の庭のお話ということで、はいはい今回はですね、ガーデニング、造園というよりガーデニングというところにちょっと視点を置きまして、ガーデニングはまず何から始めるのがおすすめとかってありますか？まあ大体はガーデン園芸関係で、まあ、あの植物から、まあ、室内にサボテンから始めて観葉植物育ててとか、まあ、それをベランダに置いたり、まあね、あの住まいの立地に状況に応じて違いますけども、室内で植物をこう育て上げるという感じ。まあそう、だから我々の場合はあの植物から入れない場合も、庭という一つの空間があればちょっとその構成的に飾り付けたいとか、ディスプレイ的にというような感覚で、それを見ながらお茶を飲むとか、ない、まあ眺めて明かりをともしたり、まあ、そんなような感じでありますけども、まあ限定して言えば、もう植物だけじゃなくして、なんかこう工作的なものを、まあ植物のための鉢を作るとか、なんかそういう自分の手先の考え方で、でそこに何でもいいから植物を入れると、それに合った植物は必ずあるんで、だから出発点としてはね、どんな方法、どんな自分のやりたい、それで発散、まあある程度こう自分がそれで没頭できるようなものから始め、やっていけば、まあある程度の大掛かりでこうです。なんならもう二次製品で作ったさ形の商品を組み合わせるだけでも結構面白いし、一から自分で土をほじくり返して、土からちょっと肥料を混ぜたり、腐葉土を混ぜたりして土から作り、でそうなると結構野菜を作りたいとかいうような感じにもなるし、まあだから自分でそのできる範囲、自分が興味ある部分からやっていけばいいのかなと思います。ただにグラウンドの中で形にしていくとなると、やっぱりブロック使うよりはレンガの方が使いやすさあるし、だからそうやってレンガを使っていくのか、だから一つきっかけがあればその部分で、だからやっぱりペットがいればペットのために何や空間を整備してあげるとか、そういう取っかかりもあると思いますけども、だから難しいんですよね。これ料理と同じように全くレトルトでチンしてで済んじゃう場合もあるし、一から食材買ってきて切ってでそれで得られる方もいるし、逆に冷凍の野菜を集めて味付けだけは自分好みの味にするとか、だから人によって様々だから、庭に関して同じのような、まあ感じだと思うんですよね。まあ本当に食べ物も、自分はこのメーカーの食べ物が好きだったらそのあるじゃないですか。だからそういうやり方、その持っていく方っていうのは人それぞれだから、一概にどっから始めましょうとかいうのはなかなか やりたいとこからやっていくと、そこからなんかまた違った方向になる場合もありますし、なんか庭の面白さが出てくると一から掘り起こしてちょっとデッキまで作りたいとか、もうこうね、そっちの方の
感じで作っていきたいとかいろいろ出てくるので、じゃあまずは何かを作ってみるっていうことなんですかね。何かをやり始めるという、ただし我々造園イコールガーデニングというのはそこに植物が絶対関わってくるものの要素があるんで、うん、じゃあ植物を見せるというか、うん、絡み合した形で感じるもの、うん、その上で、まあ、レンガが扱いやすいよっていうところ、扱いそうです。まあ、レンガ必ずしもモルタルを絶対使えっていうわけでもないですよね。もうレンガ自体やって一つのもう積み重ねでね、もう2メーターないね積んじゃったらって大変なことなんだよ。だけどそうやって色合いで見る、雰囲気で見る場合にはそんな場所によっては組み合わせ、あのモルタルを使ってする必要もないし、まあまず最初にそこからそういう自分のできる技術能力で、まあ、まずやってみるということじゃないですかね、うん、じゃまずレンガを置いてみるだけっていうのも全然ありなんですかね。そうそう、だからよく素材感の組み合わせだけで、いや、まあ、庭って素材感の組み合わせでどうにもな、あのそんな感じですから、植物があってそこに対しての石、自然石、砂利、それを組み合わせるとある程度の形になってするんで、まあ全然もう日本庭園の場合には灯籠を置いて石を置いて砂利を引いてちょっと下手、こう下手の、まあ、松とか竹を置けば和っぽく感じるように、でそこにちょっと典型的なね野良台傘をポンと置いただけでもうディスプレイ的にその和の世界空間っていうのは誕生しちゃうんで、和風っぽい、だからそれでそういう感覚でいいのかなとは思ってますけどね、うん。でも素材を置いてみるだけでも、そうですね、ただその感じる無においてはですね、じゃあそこからまた発展させていけばいい、うん、そこで大きな構築的にそこで憩いの場所を作りたいとか、まあ、子供のためにブランコを作りたいとか、まあ、たったそれだけでもいいわけですから、滑り台作りたい、まあ、その分野がね外に置くような造園、まあ、まあ私たちにとってはそれも造園的な感覚だと思ってるんで、とりあえずその部分でまず自分で作り出す、想像して作っていくっていうのが一番ガーデニングの取っかかり、面白さ、うん。じゃあやっぱり植物ありきということで、まずじゃあ花壇とかがいいんですかね。花壇、だからプランターの中のあのちっちゃな世界でも花壇っていう感覚でそこに生け込む形でもいいですし、今度は自分で好きな形にするというの発想でなってるし、だけど鉢を大小いろいろと並べ替えた形でそういう形の花壇でもいいわけですから、だからまあ我々なんか見るときには花壇つった場合にはね、状況に応じてはいろんな形を作るつもりも、お客様の要望によって変えていくだけであって、まあ、器作れば花壇にあのそこに土さえ入ってれば、まあね、土がちょっとでも入んなきゃもう苔だけの世界にもなりますし、うん、もう鉢植えでももう十分だと、だからはもう何やってる猫ちゃん、うん、ガーデニングっていうのはやっぱり自分で作る、作っていくっていう、作り出すというその面白さっていうか、うん、まず何かを作ってみて、まあ、楽しさを感じるというか、うん、それだと思いますね。お花はもうどんなものでもいいんですかね。だから お花はもう我々としてはどこでも植物は生えるわけだから、まあ、その生える
洗濯の植物を入れれば、うん、いいと思って、それほど植物に対してはあんまり私もこだわりがなくて、うん、まあ植えればそこで育つか育たないか、育てるような土壌にすることが第一条件であって、うん、もう気に入ったお花や植物、もう何でもいいと思うんですね。で、多種多様な植物が輸入されて、南国風にしても何にしても全然平気ですから。なんかこの植物が育てやすいよとかってあるんですか？今だんだん今オージープランツってオーストラリア系の、あのやっぱり気候変動で、やっぱり温暖化的な愛でそっちの植物が結構育ち、ぐんぐん育ちすぎちゃうというか、最初はいいんですけども、まあ日本の場合は、古来の場合はね、生木でもう作ったやつでその形を維持していくっていうんですけど、もう苗木を買ってきたら 2,3 年でもうこのぐらいの成長はザラですから、もうタリフ多肉系の植物とか、うん、もうあらゆる植物はその場に合った形で植え込んでいけば、うん、でもいいよね。変な話、ホームセンター行って気になったやつを植えてみるでもいいってことか。そう、可愛い、もうなんか見た目の可愛さで買う方も結構いるんで、で、まあ、昔の方はいろんな状況で果実を主とした形で買われる方もいますし、柿の木なんかっつったら今ね、もう本当に若い方、人は柿の木植えるかっつったら、その柿の実を欲しさで植える人はいないし、我々の時代はもう柿の木結構自宅に植えてあって実ったら食べるという形でありましたけど、今逆にオリーブとかレモンとか、まあ、多少そういう、それからなんだっけ、なんすか、実がつくやつですか、目にブルーベリーですか、ブルーベリーとかそういうあれですよね、そういうのを多めに植えたりしますし、うん、あ、でもそういった食べられるものを植えるっていうのもいいですよね。そうですね。それから香り、ハーブ系、まあそういうだけでも庭的な構成として下草として植えるとか、まあ、時代的に今もう本当に植物に関してのよし、あれはもうお客様が、だから我々なんかも大体お客様が提案する植物、あとでお客様が植えて楽しまれる空間をつないで作るという形の庭構成が多くて、植物まで最終的に植えるっていうのは白紙にしといて、お客様が選ぶと、選んで植えていくという形が多いですよね。ありがとうございます。じゃあ、まあガーデニングに関しては、まあ、まずはやってみるっていうことなんですね、うん、ガーデニングという一つの言葉を市民権得てね、普及してきてますから、まあとりあえずちょっとしたやってガーデニングしてみると、コップ、コップ一つに、まあそのハーブ系のやつを植えて、それで台所に置いといて、まあ楽しむとか、それも一つの取っかかりのガーデニングですから、はい、まあそれでいいと思いますけどね、はい。じゃあまずはちょっと何かやって楽しんでみる。楽しそうです。まあ植物に興味を持つっていうか、うん、匂いもしますし、実もつけますし、花も咲きます。まあ、それ意外と、まあ今の若い人、ね、まあ、一応面白いのが、造園入ってきてやっと初めて自分の庭を、ああこんな植木がありましたと、初めて自分家の庭も植物をそこで知るという、まあ、小学校から何やりすると大体朝顔ぐらいかな、覚えるぐらいであって、自分のところの庭さえ
庭にある木さえ全然、前にある街路樹の名前さえ知らないっていうのが多いんで、うん、まずは興味を持ってみる。そうですね、興味を持って、植物に興味を持っていただければいいかなと思います。じゃあ第2回はこんな感じで、はい、ありがとうございました、はい、2回、3回登録してみたいな